さて夏休み最後の週末いかがお過ごしでしょうかウィークエンドテラちゃんのお時間やってまいりました。 えー、先週のこの配信がですね思いのほか再生されていないことを悔やまれている経済学者の、えー、田中秀富先生です田中先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえそんな再生されてませんでしたか驚くほどされてなくてですね <laughs> そうや,やばいもうですねうちの嫁さんがですね<っ>もう怒ってしまってですねチェ,ックチェック厳しいですねもうそうなんですよもうあんたがねだらしないんでね、はい、こんな再生数なんだと もうね大変ですよ僕からね油汗というですねあ石油不足なのにいきなり油が大量に出てるという事態が発生してましたねもう夜寝る時なんかなんか息苦しくなったらやばいなと思ってうちよくあるんですよ嫁さんがね夏になるとですね涼しいよとか言いながら濡れたタオルでですね顔を覆うんですよねそうすると「こっちやめて」っつって顔を覆っちゃダメですから顔は覆わない方がいいですよ怖いんですようち。 内のどこか一部だったらまだいいですけどね。なんか呼吸、<え>俺ちょっと苦しいなと思ったら、はい、濡れたタオルが顔を覆ってて <laughs> 涼しいでしょ。笑いみたいな。そんな。もう本当ね。田中家今油田ですから。いやいやいや油田ですこの再生数にかかってますんで。では頑張っていきましょうか <laughs> え。え、頑張っていきますよ。はい。まあ先週あのシャインマスカットがですね中国で売られているという話題。ネタ的にはこれが弱かったんですかね。<laughs> これシャインマスカットシャインマスカットはね、はい、美味しいし,しいこれ重要な話なんですがやはりね、うんあのー、中国で売られてるっ、ね、てこの中国ね。ええはい 中国の人民の方々が悪いんじゃなくて、これ盗んでった人たちとかですね。あとまあとりあえず一番悪いは中国共産党というね、あのボスキャラがいますけどね。あれがともかく悪いわけですよ。ね。えそこをもう少しで大きくドーンってやってですね。はい。もう。収拾大きすぎませんかそれ？なんか大きすぎちゃうような気がするんですよ。えやっぱりついてきていただかないとダメですから。もうだから中国油みたいな。いだから油離れましょうか今日。は 油は,はね油ははいで先週の配信ですねまだご覧になっていないという方、えー、ご配,あのこの配信をですねご覧いただいたあとこの配信をご覧いただいた後に改めてご覧になっていただければですね結構味のある放送だったと思うんですよありましたかね、えー、ありましたよ、えー、だってほら種苗法についていろいろ話してましたからあそうでしたよねそうでしたよあの今お気付きの人いると思うんですが私イ首にですね <laughs> タオル巻いてるんですけど。なんですかこれ。あのわかんないですけど。ともかくあのファッションで。ウィークエンド寺ちゃん用のファッションなんです。そうそう。ところがですね、あの本本となんと着て着てきたものがですね、同じに見えちゃうんですよ。そうなんです。同じだったんです。同じ。これだとあの続けて撮ってるんじゃないかっていうで疑惑が生じてるので。はい。ここでなんかアクセントをつけなきゃいけないっていうんで。とりあえず。 油拭くために持ってきたタオルを油もう続いちゃってますからそれじゃあこれじゃあタオルタオル巻いただけだからあといろいろあのね雰囲気変えてます今逆に言最後今2本それだけじゃないですよ寺島さんもこれ3本持っていた田中さん経由でいただきました私もね今浜松町のコンビニは毎朝3本しか供給がないんですよそう なんですか。全部、これ。今、文化放送が<性>。独占。独占してるんです。えー、そうですか。そこら辺で、ちょっとね、ウィーク編とかを今、出してるんですよね。なるほど。えー、それだけ人気なものなんですよね。そうです。はい。さて、えー、え良い子の皆さんがですね、もう夏休みの宿題も終えて、ゆっくりしてるかもしれませんけれども。えー、今日はですね、そんな良い子たちとは、縁のない話題からいきますかね。 ありますよ。ありますよ。これからいや良い子もあ縁あります。ます今日これからお話しするの、えー、もう十倍ありますね。あの六月に国会で可決された AV 新法についてはお詳しいですか。いや。 法律の中身自体はです、ねえー、実はその追ってなかったんですが、はい、まあこの AV 新法によって、ねうん、AV 業界で働く、えー、人たちがです、ね、非常にこの働きにくくなって、はい、AV のです、ね、市場が今後先細りしてしまうんじゃないかという不安を口にされている方が多いというのはうすす知っておりま以前です、ね、森永康平さんの「アフターテラちゃん」でも取り上げた話題ではあるんですけれども、うん、まあその時森永さんからこれは田中先生の時の話題ですねと。 いうふうにこの指摘を受けた。ちょっとこれあれですね。森永康平さんね、僕のあの頭見て言ってんですね。なんでですズル向けっつ感じで、あのキッド半地歩で出たみたいな。なんで知ってんですかね。キッド半地なんでキッ半地歩のネタ知ってんですかね。森田。多分あのこれね、森永家の教育が悪いなこれ。な何を言ってる。田中を見たら鬼頭ド半簿歩。頭に浮かぶことただ羅列してませんか。 <laughs> ええ意味わかんないじゃないですか <laughs> そうかそうですよでこれはやっぱりお下のこのネタかなっていうので田中先生の時の話題だなっていういやいや多分ね、えー、僕のね、えー、顔を見てねなんかと連想してんだよ、ね、そうじゃないですよ、うん、えー、田中さん自分の顔見てそれ連想するんですかえ えじゃ僕はね、アブラハで出ますけど、シルダン油じゃないですからねって、<laughs> <に>なんで俺、シルダン油とか知ってるんだ、しまった、シルダン優 <laughs> とか言ってしまった、知ってる方は知ってるかと思いますが、ここであえて、そんな細かくあんま言うとね、<え> YouTube から怒<え>られちゃいますんで、えーはい、で実はですね、今、この法律の副作用と言いますか、この法律成立の裏で、いろいろな問題が生じているというんです。えー アダルトビデオへの出演被害を防止するために作品が公開されてから1年以内だったらば性別、年齢に関係なく出演者は違約金なしで契約解除販売配信の停止ができることが法制化されたものがこの AV 新法といわれる法律なんですが実はですねこの法律の成立によって今 AV 業界出演者を減らしてリスクヘッジを行う流れになったためにその結果 仕事を失う AV 女優さんが続出しているということなんですね。 これもう少し細かくお伝えするならばですねこの女性の立場を守るためといった建前でにわかにその機運が盛り上がって瞬く間に可決・成立された AV 出演被害防止救済法、これが通称 AV 新法なんですがその影響によってついに廃業に至る AV 女優が出てしまったようです。AV 女優からのの引退を表明したのが 上美代さんんという方なんですね自身のツイッターに今月18日に投稿したこのご報告というのによると AV 新法が成立して以降7月は仕事ゼロ8月は1本9月のオファーなしというような状況に陥ったとで相上さんは撮影の予定が激減したことで安定した生活が立ち行かなくなったため望んでついた AV 女優という職業からの引退という苦渋の選択 こうしたようだというんですで今年6月の国会で可決成立したこの AV 新法え成人年齢引き下げで未成年者取り消し権の対象外となります18歳から19歳に関するいわゆる望まない AV への出演被害を防止するために作られたものなんですで AV 女優を救うための法律なのに AV 女優を失業に追い込んでしまうというまあこういう悲しい話でもあるんですよねなるほど今ですね、えー 即席でスマホでですねアイウェオミオさんの画像をですね拝見してなかなか美しい方ですね AV 女優の今世界でどういう感じの人が今人気なのかですね私よく分かってないんですがまあね何て言うか職を追われるっていうことはそれはちょっとですね 大変な問題じゃないですか。まあだって自分で望んでついたお仕事。あの私あの最近あの昔よくですねアイドル現場で会ったあの有名人であのえく黒ちゃん黒ちゃん黒ちゃんですねあのなんだっけ安田サーカスでしたっけあれの黒ちゃんとですねよく安田大サーカス黒ちゃんと現場だったんですけどね黒ちゃん多分 AV 好きなんであの今もツイッターで相互フォローしてるんでちょっとアイウェイオミオさんどうのって聞いてみようかなって。 聞いてみてください。でもね、多分ね、知ってると思うんですよね。そうですか。はい。あの、まあ僕はですね、まあ昔の A.V. 上流しか知らなくてですね、まあ山口愛香さんとかですね、結構不安ですよね。はあ。あのえ、これ田中さん今別に懐かしい A.V. 上流の話をするコーナーともちょっと違うかと思うんですけど。そうですか。え、でも山口愛香さんね、今実は本当はね、現役バレバレなんです。あ、そうなんですか。 私全然分からないんでちなんです、えー、僕結構不安なんですけどね、えーはい、なんか知らないですけどおすすめに出てきたことがありましたねフォローしようかなとか思ったんですけどそこでフォローするとですね今のツイッターだとですね私がフォローしている人間の発言が、はい、私をフォローしている人たちのところになんか出てくるみたいなんですね、えー、タイムラ、えー、名前が、えー そちょっと私の嫁さんとか家族がフォローしてますんでそこに出てくるとガラス張りですね。そうすると私また油合わせで油田発掘になっちゃうんでなかなかできないということで裏垢でフォローしてます。すすいいませんんなでよささててこののの問題につ人気セクシー女優天塚新報成立 に力を貸していたジャーナリストの軍司雅子さんなどに自分たち AV 女優の意見も聞いてほしいと懇願したところツイッターをブロックされたと言います、えー、天塚さんこれ天塚さんって今言葉では言ってますが天使と書くんですよ 僕ねずっとね天使モえさんだと思ってた。天塚モえさんってうんですね。彼女もねあのセクシー女優の中ではですねこうステージ高い人ですね。そうですか。私の好きな山山口愛佳さんほどではないですが、あの私の中のランクとしてはですね。天塚モエさん。永久 ですね。A 級。山口さんは S 級です。S 級。S 級と言ってもですね。あの某 AV ブランドのあの S 級ジョーズとはちょっと違いますそれとまた違うんですか。なんか俺妙に詳しいですね。詳しいじゃないですか。おかしいですよね。大学の先生だびで。いやいやいや別にね。あの私はあのサブカルチャーの経済学をやってますんで一応抑えるべきところは抑えなきゃいけないなっていう。基本はね。これはまあ学問のためにやってるんであってですね。あのねチンポコ政治のためゃ。 い何ですかその成人は <laughs> でこの天塚さんですね人を救うことを目的として掲げている団体の方が人の話を聞く気が全くないというのはいかがなものなのかなと思いますと、まあ、こういうふうに嘆くツイートを投稿していたということなんですねこの天塚萌えさんの嘆きの声ですがこれいかがでしょうか。 もうこれはもう当然だと思いますよね。うんはい、やはりこの A.V. 振を簡単に言うと先ほどのねご説明にもあったように、まあ A.V. 市場全体のこの働く人たちのですねやる気そしてえまあ働く場所そういったものをね奪ってしまう悪法ですね簡単に言うとね。という部分もあるってことですねこれね。あるあると思いますね。それが大きくこう今聞いてしまってるんで天塚萌さんのですねあのまあ訴えというのも非常にこう道理に合ってるというふうに僕は理解したいと思いますね。 はい。さてセクシー女優さんたちがですね自分の働く場所を奪われて嘆き苦しむ中一方で飲食業界介護業界では人手不足指摘されていますまあ、そんな中ですね政府はそういった業界の人手不足解消するために外国人労働者を増やそうと考えているようですえこれ人手不足解消する特定技能制度の外国人の受け入れ枠に関してなんですが政府新型コロナの影響を踏まえ 外食宿泊業で縮小する一方で冷凍食品や惣菜を作る飲食料品製造業などでは拡大する方針だと言いますえ人手不足解消するため3年前に導入された在留資格特定技能1号の外国人介護や建設など12分野が受け入れの対象で総数の上限は5年間で34万人余りとなりますえこの受け入れ枠について政府は市 新型コロナの影響を受けて大きな経済情勢の変化が生まれたとして総数は変えないで分野ごとに見直す方針です見直しの方針案では外国人材の需要が停滞している外食業2万人余り減らし3万人余りにえそして宿泊業は1万人余り減らして1万人余りとなっています一方でいわゆる凄り需要が起きて惣菜や冷凍食品などの消費が増加 しているために飲食料品製造業こちらは5万人余り増やしておよそ9万人となっています。まあ、これに対してネット上では奴隷制度の拡大事実上の意味政策、えー、といった方がですねえい、ー、った声が上がっているということなんですけれどもまあ、こういうふうに、えー、奴隷制度の拡大などという声が上がっておりますがこれは田中さん今お聞きになっていかがですかいやですねこの移民のような形に、はい、今事実上の 移民政策という、ね、あの批判もありましたけれども、はいえー、移民というのはです、ね、日本にこれ、えー、ずっと定住して、えーまあ、日本の国籍を得るみたいな、ねはいえー、形になっていくんではないとかと思うんですがそういったものとは一応です、ねえー、特定技能1号というのは、まあえー、違うということで導入されましたので、ねうんはい、そこは、まあ、もう徹底してほしいと思いますよね。えー、あくまでも短期的な日本における就労であるということ、はいえー、あとです、ね、やはりこの貫、ね、禄さえです、ね、総額を変えないと。 やはりあの外国人、えー、人材の需要がです、ね、停滞しているところが減っているのであれば、はい、総量もです、ね、減らしても別にいいんじゃないかなと思うんですがなぜ総量を維持してですね、えー、他のところに、えーまあ、こっちの方はちょっと人手が足んないからちょっとその分足そうと、うんはい、まるでです、ね、なんかあの機械的ですよねそういったところがなんか、まあ、官僚、まあ、やはりです、ね、官僚が仕事しやすいようにやるのが岸田政政権の政策方針ですから<ー>もう決められたからみたいな感じですか。 えー、総額ありきとね、え、はい、総額ありきと、え、はい、その中で、えー、都合よく数字をいじるという感じですよね。はいえー、こんなものはね、なんていうか。 チャチ制度ですよでもこれね、うん、昔から言われてるのがその外国の人に頼っていいのかっていうね人手不足をういう問題ってのはずっと前から言われてますよねつまり外国の人に頼ってですねつまり日本の人たちが、えーまあ、働く環境が厳しかったり、えー、報酬が低いんで働くことをまあ,あのなんて言いますか、ねはい、控えてしまうような病、はい、態不、まあ、にはつかないみたいなね。 入れるという発想ですよね。うん まあこれは言ってみればまあ衰退するような産業に外国の人材を使って延命させていくというような政策に等しいですよね。でこれはまあ,あの簡単に言うと衰退産業なんでどちらかというとこれはまあ構造的変化の前ではですねまあやがて市場から消えてってもらった方がいいのにもかかわらず外国人材によってなんとかつなぎ止めているということですね。でさらにまあ介介護護とかですねえ建設これはまあ介護職のねあの 待遇を上げてってっ日本の人たちが働く、ね、もう介,護介護っていうあの介護サービスに就きたいっていう若い人たちも多いんですよ、はいで。そういった若い人たちの情熱をちゃんと報酬部分で支えるような仕組みにしなきゃいけないですしです、ねえー、あと建設業、はい、これね公共事業をずっと何十年も工業事業パッシングという形で、はい、えい、ー、まあ 続けてきました。え、うん、それによってですね、人材育成ができなくなって、今はですね、例えばあの景気が悪いから公共事業の支出をまあ増やすと、はい、そうするとすぐにですね、人材のこの 酷活、えー、人材が、えー、足りないんで、えー、公共事業がうまく回らないんですよ、はい、つまり景気拡大効果を、えー、人材不足が抑えてしまうということになってしまっているんですね、はいえー、それはなぜかというと、さっき言ったようにちゃんと日本国内で公共事業を担うようなつまり建設とかです、ね、あとまあ土木工事とかそういったものを担う若い人たちを十分育てることをしなかったと、はい、そのツケを、まあ、外国人材に求めてしまっている<ー>ということなんですよね。えー、それじゃあダメだと思いますよはっっきり言って、はいえー えまあそんな中、ですねヨーロッパの各国では地続きのため移民の流入などが相次いでいます、えー、フランスでは外国人に選挙権を与えるかどうか、まあ、こういう話し合いにもなってきているということなんですね。まあ、これはあの先ほどの話とつなげるならば、まあ、日本にその労働力として外国の人が入ってくる、まあ、これは移民ということで,で日本で暮らすとなるとじゃあ、その人たちはどういう待遇にしていくのか。 っていうこの大きな問題が待ってるわけなんですね。でフランスで今月マクロン大統領を支える与党再生所属の下院議員がすべての外国人に市町村議会選挙でのこの選挙権と非選挙権を与える法案を議会に提出し物議を醸していますえ。議員立法で法案を提出したのが下院法務委員長を務める議員でして EU の創設を定めたマーストリヒト条約に基づいて1900 1992年から EU 出身の外国人居住者には市町村議会選挙でのこの選挙あと非選挙権これが認められているということについてですね外国人のカテゴリー分けは差別だと批判しましたで EU 外からのこの外国人居住者にも認める法案というのをまとめたんですで市町村選挙における全外国人へのこの選挙権付与というのが過去に社会党の民 テラン元大統領オランド元大統領も公約に掲げましたまあ、ただえ憲法改正が必要な上に右派からの反発が根強く実現は困難とされますでテロの脅威が依然高いフランスでは政府が治安対策としてえ罪を犯した不法移民の国外追放など厳しい措置の導入を検討中ですでフランスメディアが自社サイト上で行っている公開アンケートによると19日の時点でおよそ 9割が EU 外の外国人への選挙権の付与に反対していると言います。フランスでのこの外国人選挙権の付与、あっという間に中国人が乗り込んで掌握されるわというまあこういう反応がネット上ではあるんですが、まあこれかなり反対の声も多いようですね。そうですね。まあヨーロッパの方の事例っていうのはですね、はい、やはりこの先ほどのねマーストリヒト条約、はいえー、そういったもののまあ拡張解釈ですよね。えー、おそらくすべての。うん 外国人にあの選挙権を与えるっていうのはねまあそれでまあヨーロッパ独自のこの問題だと思うんですがこれをまあ日本で置き換えた時にまあ例えばあの日本でもですねあの自治体によってはですねえ外国人に選挙権を与えるとかねそういう動きもあってえまあなんとか防ぎましたけどね一方でえもっとね深刻な問題があって最近よく言われているのは例えば自民党の,ねあの党員えこれ党員の資格っていうのは厳密にこう審査されてなくて意外と中国 の人がですねこの党員資格を持って、えー、自民党の総裁を選ぶ上で,です、ね、力を持ってしまう可能性もなんか、まあ、なんんかかニュース記事なんかで見ましたよねで実際に、ね、私なんかも思うんですが、まあ、最近これはあのどこかな、えー、外国の,このメディアが言っていたニュースなんですがあの中国発で、えー、例えば総裁自民党の総裁選で党員、えーまあ 世論の分断を促すような世論工作を中国発のですねアカウントがやっているとかツイッター上とかなんとかってねそういったこともあのなんかあの公安あたりがですねかなりこう把握してるらしいんですよ日本のそういったあの記事も見ましたで実際に私なんかもですね気づいたのは外国の人のですねあの例えば「ニューズウィーク」だとかあの本場の方ですよあのえ外信に日本語でえなんかそういうそのニュースをですね中国批判みたいなものをですね 取り上げるとですね、ええ、なんかあの怪しげな日本人っぽくない日本語で、えー、ずっと付きまとう、ええ、あのコメントをですね、えー、まあ 北京時間で言えば夜中と早朝以外に、えーえー、コンスタントにつけられた経験もあってですね、えー、なんかネット上の,、はい、あのなんて言います、ね、まあ陰謀論っぽくなってしまうかもしれませんが、はいえー、なんか画策も中国発でありますからね、うん、まあそういったもうネットでのねあ,のあっという間にこう、ね、外国人に選挙権を与えると、はい、中国人が乗り込んできてうんぬみたいなことも、えー、まあ あるかもしれないですよね,そう,すねそういったことも気をつけなきゃいけないと思いますね先ほど田中さんが、ね、日本でもということをおっしゃいましたけれどももう少し具体的にフォローするならば外国籍の住民に日本国籍と同じ条件で投票資格を認める内容が注目を集めたのがあの例の東京の武蔵野市ですよね、えー、住民投票条例案です。ここれれれれ賛否否分かれて去年12月市議会で否決され廃案となりました、まあ、だけれどもそこ ここまで進んだってことなんですよねそうですねこれは僕はね本当、えー、ねあの懸念していたことなんですよね、はい、まあそんなこと,言うとなんか排他主義のように聞こえるかもしれませんが、うん、やはりですねあの、えー、選挙権を与えるっていうことはですねずっとそのまあ自治体に、えー、まあコミットし続けるっていうことをですね、はいうん、まあ しなきゃいけないわけなんですが、えー、うんそういった点でね、はいえー、外国籍の人に気軽に与えていいものだろうかっていうね、えー、やはりこういうふうにね真剣な議論が求められるんですが武蔵野市の方は確か市長さんが結構こう、はい、主導したんですよね確かね。 なんてかまあ市民のですね同意をあまりこう意見をすくまあいろんな意見があるはずですからね。そうですね。あんまり意見を拾うことなくまあ法案を作って出してしまったと言うんで逆に市民の間で意見の分断が起こってしまったとそこが問題だったと思うんですね僕はね。ええ。だからまあそういった点はねまあちこれからいろんな自治体でこういった問題はまた出てくるとは思うんですがやっね現時点でありますからね。慎重にね議論 した方がいいと思うんですね極端に排他的になる必要もないですしまたあのね、えー、冷静な議論をしていけばですねおのずと、まあ、結論はわかると思うんですよ、やはりこのヨーロッパで今、起こってるようなねフランスで起こっているような選挙権を外国人にあの無条件に与えるような形には絶対しない方が私はいいと思いますね。はい えーまあ、この改めてフランス国民の9割が反対というねこの数字、これも出てきているようなんですけれども、まあ、日本で同じような動きが出たときには、どういう数字が出てくるのかなっていうね、うん、結構、反対は現段階では多いと思いますね、はい、特に国政選挙なんかで、はいえー、外国人に選挙権を与えるっていうのは、ですね、はい、これまた次元が、やっぱり自治体の選挙権とはですね次元が全然違うわけなんで、はい、そこはまあ絶対、えー、断固、えー、反対ですね、私なんかはね。はいえー はい、以上 YouTube 版ウィークエンドテラちゃんお届けいたしました。田中さんありがとうございました。ありがとうございました。